どうも、ちまきです。漫画、読んでますか？今年も、次に来る漫画大賞が開催されました。この賞がどんな賞なのかを簡単に説明すると、すでに売れている漫画ではなく、すでに流行るであろう漫画の発掘と紹介を目指し創設された賞であり、エントリー条件はこの通り。それらの条件を満たしている作品を、作者の自薦や他薦問わず、エントリー募集。つまり、どんな作品でも条件さえ満たしていればエントリーできます。一人5作品まで好きな作品にエントリー投票でき、エントリーされた作品から特に賞が集まったものをノミネート、そして選ばれたノミネート作品の中から読者が投票して大賞を選びます。この読者が選ぶというのが他の賞との大きな違いで、いわば人気投票的な側面があることが特徴ですね。誰でも投票することができるので、すでに固定ファンがいる人気がある作品に賞が集まりやすいのがポイントです。週刊少年ジャンプやジャンププラスといったユーザー数が多い媒体の作品が上位に来やすいのもこれが理由です。すでに売れている作品ではなく、すでに流行る作品の発掘という理念からは少し外れてしまっている漫画賞になっています。この賞の問題点や他の漫画賞についてのまとめた動画を出していますので、よろしければそちらも見てみてください。そうは言っても、漫画家さんからしたら自分の作品をアピールする絶好の場。この時期になると、SNS では漫画家さんたちが投票の呼びかけや作品のアピールが盛んになって、皆さんはどの作品を読めばいいのって迷っていることと思います。今年もそんなノミネート作品が出そういましたので、その中から僕が注目している作品をピックアップして紹介していきたいと思います。これは大賞を予想する動画ではないことを先に伝えておきます。それではどうぞ。小田光幹と君地上、サンデーで連載している日常系ラブコメです。原人と呼ばれる人間じゃない存在メデューサや吸血鬼とかが多様性を認められ、人間と一緒に生活している世界観。主人公は普通の高校生で、性格もごく普通。そんな彼とヒロインであるウェアウルフの小田光幹の物語です。掲載誌がサンデーということもあって、ほんわかした日常系の要素強めのラブコメで、アニメ化もしたコミさんはコミショーですの系統、あれが好きな方は絶対に好きですね。原人の女の子たちのキャラデザがとにかく可愛くて、表紙だけでもわかるほど可愛さ。天真爛漫なこのヒロインは内面も可愛くて、他の原人の女の子たちも、なんなら弟キャラもみんな可愛いのがいいんです。恋愛だけじゃなくて友情や青春もしっかり描かれていて、ずっと読んでいられる作品。かくなる上は、これもラブコメなんですが、掲載誌が青年誌ということもあって、これはちょっとエッチ。漫画家を目指す高校生の主人公がスクールカーストトップのギャルと出会うんですが、実はそのギャルも漫画を描いていて、恋愛経験のない二人は自分の作品にリアリティを持たせるために疑似恋愛を始めるっていう話。これ今めっちゃ人気にできていて、感覚としてはそのビスクドールは恋をするが爆売れする前の感じに似ているんです。きっかけにとってあれば大ヒットしそうな予感。銀河と最上位であるっていう、正直流行りまくっていて飽和しているジャンルなのに、結構個性を出せていてすごいですね。ただ個人的にはこの作品好みに合わなくて、最初主人公がかなりうじうじしていて、僕は結構ストレスを感じるんです。ヒロインはとても可愛いので、そこが気にならない人はハマりそう。ポジセオマラカシ天使ども、デザートという女性向け雑誌で連載している恋愛漫画ですけど、男性でも全然違和感なく読めます。楽園のマドンナと呼ばれる完璧美少女の主人公おとぎ、実は男勝りでイケイケだけど、それを隠している。そんな彼女が気になっている男子は超イケメンで物腰柔らかな完璧男子トキ。でも実は彼にも裏の顔があって、本当はヤンキー気質でイケイケだった。そんな秘密を共有した二人を中心にした恋愛漫画です。一般的に想像される少女漫画と違って、画面がキラキラしすぎていなくて、そういうのもない。女性向けの作品を読み慣れてない人でも楽しめると思います。今漫画好きの男にも人気がかなり出てきている作品で、絵がめっちゃいいんですよね。イケメンがガチでイケメンで、内面も超イケメン。男な僕が読んでもキュンキュンできるイケメンぶりだけど、嫌味がなくて、僕もよく少女漫画を読んでいたら思うんですけど、こんな男現実見たらやべえやつだよ的な感情がわからないんですよね。男性もぜひ読んでみて。コスモス、過去の動画でも何度か取り上げましたけど、やっぱり上がってきますね。レンゼバブ田村先生の最新作、宇宙人の保険屋さんの漫画です。嘘を嗅ぎ分けることができる主人公が地球に隠れ住む宇宙人並みの事件に巻き込まれます。
それを解決に来たのが宇宙人専門の保険会社コスモス。その能力を買われ主人公はコスモス入社、さまざまな宇宙人絡みの事件に関わっていく話。青年漫画誌に移籍したこともあってギャグは控えめ、がっつりシリアスな話をやっています。アクションあり、熱血あり、笑いありで田村先生の新境地って感じですね。特筆すべきは感動。すげえ泣ける話を普通にやってて、こんなのも書けたんだって驚くこと必至。保険やお金の話と言いつつ全然難しくなくて、かっこいいアクションと渋みのあるストーリーで少年漫画と青年漫画を見事に融合されたみたいな作品。ガチでクソのがいいぞ。神楽町、ジャンプ連載中の和風ダークファンタジーで説明不要だと思うので内容は割愛します。ちょっとだけ違う話をしますね。これは1位を予想する動画ではないと言いつつ、僕はこれ1位に取る気がしてるんです。というのも人気があるんですよね。初めに言いましたけど、この賞はすでに人気がある作品が強い賞なので。ただ僕はこの作品について思うところがあって、本当にみんなそんなに面白いと思っているんだろうか。この作品連載当初はそんな話題にもならなかったんですよ。それが刀を使う和風ダークファンタジーなので、海外からの人気がめっちゃ出たんですね。コミックスが発売されたタイミングで外国人が日本語版コミックスをめっちゃ買って売り切れ続出したんです。 X で外国人ファンによるコミックスを買おう運動が始まって、ハッシュタグまで作られたんですね。僕は海外人気があるから日本人気も出た、人気が人気を呼んだと思っていて、ポケモン GO みたいな現象だと思ってるんですよ。日本人が海外で売れてる、そんなに人気なら自分も買おう、売り切れ続出だから今のうちに初版を買っておこうってなってるパターン。実際僕の漫画好きが集まってる X のタイムラインでも、その時期売り切れ続出だから買ってみたとか、人気みたいだから買ってみたってポストがめっちゃありました。もちろん漫画が売れるのはいいことだし、本当に面白いと感じている読者も大勢いると思うんで、それは別にいいんですけど、少し僕の中ではモヤモヤっとする人気の出方です。パワーダンジョン、これも実績ある漫画家三重勤先生の最新作で、今流行りのダンジョン探索ものをチート能力とかスキルとかなしで、あくまで探索ものとしてリアリティを持って真摯に描かれた作品。王国から昇進をかけられ、さらわれた姫を救うためダンジョン探索に向かうことになった普通の農夫が、王国の兵士たちと共にダンジョンに挑む話。これぞ古き良き王道ファンタジーという作風でありながら、今風の要素もあって非常に評価が高い作品です。一つ間違えれば誰がいつ死んでもおかしくないシビアな空気が読者にも伝わってきて、凄まじい読み応えの作品になっています。ネズミの初恋、過去動画で何度か取り上げているので詳しい話はそちらを確認してください。今年上半期トップクラスの話題作だと思っています。面白さも漫画好きたちからの評価も非常に高い作品。しかしバイオレンス要素が強いので好き嫌いは分かれるかもしれません。ノア先輩は友達、バイカリでかっこいい女子だけど実は情緒が終わっているメンヘラ激おも女子のノア先輩と友達になる無表情クール系男子って話。ノア先輩の可愛さに全振りのフルスイング、可愛さ一辺突破で道をこじ開けて読者の脳を直接揺さぶるマグニチュード 9.0 みたいな作品。この作品を語ろうと思えば全然小悪魔系ダメ女のノア先輩の可愛さの話しか出てこないってぐらい、ノア先輩の可愛さ一本勝負。主人公との友達以上恋人未満みたいな関係が続いているけど、二人ともあくまで友達というスタンスを崩さないからストレスフリーで読めます。僕はラブコメ展開でもウェルカムやで。ロマヨの藤井、これも漫画好きの中ではかなりの話題作です。主人公藤井は40代独身の会社員、気真面目で職場では空気みたいに扱われています。でもそんな藤井を知れば知るほど彼のかっこいい生き方に夢中になっていくんです。かっこいいといっても見た目が冴えないし男気があるわけでもない、ただ周囲にならされず興味を持ったことには何でも挑戦して生きることを全力で楽しんでいる藤井。今の SNS 総監視時代に一石を投じるような、こんな生き方も最高だろうなと教えてくれる作品です。今のところ大きな事件やショッキングなストーリー展開があるわけじゃなく、ただ藤井が生活してそれに感慨を受けた人たちが少しずつ変化していく、まるでいろんな人の人生を読んでいるかのように思います。まあ今年のいろいろな漫画賞には優勝してくるでしょうね。春の嵐とモンスター、バリッバリの少女漫画です。平穏無事に暮らすことを信条とし、友人も作らず生きている女子高生が出会ったのは超イケメンだけど不良の危険な男。
ある日、母の再婚をきっかけに、その不良が義弟になって同居が始まるって話。これ、今お若い女の子にめちゃくちゃ人気。発行部数的には他の人気女性向け漫画と比べると少なめではあるんですが、他の人気作品と比べると読者層がかなり若いと思います。ターゲットがおそらく中高生なので、そこを加味すると十分大人気作と言います。少女漫画の市場って男性向け漫画に比べてすっごく小さいんですけど、その中でしっかり売れている貴重な作品。実はこのチャンネルの視聴者は男性 96% という異常な数字で、そんなチャンネルで少女漫画紹介してどうすんのと言われても仕方がないんですけど、これだけ人気を取れている漫画をスルーできませんでした。あくまでクジャクの話です。いかにもモーニング掲載って感じの新感覚ラブコメが今話題です。男らしくないという理由で彼女に振られた高校教師の主人公クジの前に、モデルでありインフルエンサーの女子生徒赤野が現れる。生物学部部長の彼女はモテにはなぜ男らしさが必要なのか、生物学の観点から残酷な現実を突きつけまくるコメディ。恋愛指南系の漫画は今までたくさんあったけど、この切り口はなかったなぁと感心。生物学を使ってさまざまな恋愛問題を解決し、自分たちのラブコメも忘れない。その理論は本当に人間にも適用されるのかというバカバカしさがありながらも、謎の説得力で読者を解き伏せるパワーを持った作品です。怪しい癒しの八雲さん、 100% 女性向け、 SNS で発信していて1話が短い。色気があって超かっこいいけどピュアで可愛い八雲さんと彼に片思いする主人公の恋愛を描いた作品です。まだなんでそんな女性向け作品をこの男しか見ていないチャンネルで取り上げるんだと言われたらそれはそうなんですが、やはりこれ女性の間で超人気でございます。そんな凄まじい人気の作品を取り上げないわけにはいかないという理由立てて取り上げました。僕は特別この作品が好きとかはありません。でも女性はみんな好きだと思います。ストーリーというかイケメンで可愛い八雲さんをめでるっていうタイプのキャラクター萌えの漫画ですね。会社と私生活、これも SNS 初 X で大人気の作品。死後歴イケメン会社員、私生活では女装してゴスロリ、地味な不愛想応援、私生活では男装してパンクマッション、会社と私生活で全く姿が違う2人の話。この多様性の時代に合った作風で SNS フル活用、全人類好きなギャップを前面に押し出してる超現代的な作品です。去年次に来る漫画大賞を取った気になる人が男じゃなかったと売れたルートも作品の系統も同じ。この賞においてはかなりの注目作となると思います。キャタピガンド、いやこれは絶対来ると思ってました。まだ単行本化も耐えていないけど X を更新するたびに万バズは当たり前の4コマ漫画です。会社に就職した新入社員と社員たちを中心にした4コマ漫画ですけど、不条理とか萌え系4コマじゃなくて起承転結がしっかりあるタイプのちゃんとした4コマ漫画で、それでいてカオスな世界、しかも全部面白い、一本も外しません。ガンマで全話無料で読めますので今のうちにぜひ。ヘントリア、ジャントプラスの期待の新人がいきなりノミネートされています。奴隷船に乗り込み密航しようとした少年ユリアンは捕まり、100人の奴隷と共に後悔する。途中トラブルに見舞い次々殺されていく奴隷たち、その時現れた大いなる存在にユリアンは収めた奴隷100人分の力と命を授かります。凄まじい力と命を手に入れたユリアンは奴隷であり、自分に良くしてくれていた女性が産んだ赤ちゃんと2人で新天地を目指す話。久々の本格ファンタジーでジャンププラスでも早速話題沸騰中。1話目からショッキングな展開で、その後も急展開が続き目が離せません。細かな書き込みとハードな世界観で生きることの大変さや喜びをダイレクトに伝えてくれる注目作です。ドカ食い大好き望月さん、今話題の超やべえ漫画がノミネートされています。会社員のおっとり女子望月さんが幸せを感じる瞬間、それはドカ食い。ビッグサイズの弁当箱にパンパンに詰められたご飯を書き込み、人目もはばからずとにかく食いまくる。ヘッドの血は爆上げ、そして怒る。まさにカロリーのオーバードーズ、食欲の怪物。すさまじい勢いと熱量で描かれる禁断のドカ食い漫画です。なんとこの作品、連載開始からわずか1ヶ月でノミネートされています。この時点でまだたったの3話しか掲載されていないのにこの人気ぶり、今一番の話題作と言っても過言ではないと思います。なんでかわからんけどアホほど面白いこの作品、読んでも別にお腹が減らないご飯漫画、唯一無二の存在だと思います。
偽物の錬金術師。これも超話題作ですね。まあ、っていうかこの賞は話題作しかノミネートされないんですけど。主人公はトラックにはねられ、チート能力を持って異世界転移。錬金術師として商品を売り生活しています。奴隷の少女を雇い、異世界で生き抜く話。ネット上ではとんでもない人気を誇っているこの作品。設定はもうまんまありふれたナロー系のゲーム。では、なぜここまで異常なまでの人気を誇っているのか。ぶっちゃけそれはわからん。そういった系の他作品と比べ、設定や世界観が作り込まれているのは確か。絵も綺麗。チートスキルといっても、非戦闘系で使いどころが難しいスキルを、創意工夫して少しずつ成果を出していくという丁寧な作り。チートスキルや転生という設定抜きにしても、ファンタジーものとしてある程度成功しそうな出来ではあります。実はこの作品、もともと原作者さんがピクシブにラフ書きで更新していた作品。それが人気になって、作画がついて商業連載となったこの作品です。ラフ版の時点で、次に来る漫画大賞2022のウェブ部門12位に選出されているので、わかる人にはわかる、すごい魅力があるんだと思います。僕にはこれ以上分析できないので、あとはコメント欄の有識者にお任せします。あと、ヒロインの人気が高いですね。確かに可愛い。普通の軽音部。この動画では順位予想とかする気はないと言いましたけど、内容、話題性ともにめちゃくちゃ対象候補です。もともとアマチュアが漫画を投稿するサイトで連載していた作品で、これを作者さんが X で公開すると大バズりをかまして、作画がついて商業連載化した作品です。多いですね、最近このルート。夢があるぜ。ロックが好きな普通の女子、チーロは、高校入学を機に、ギターを買い、軽音を始める。普通の高校生たちが、バンドメンバーを探したり、バンドを組んだり、解散したり、演奏したりする、タイトル通り、どこにでもありふれた軽音部の部員たちの話です。そんな普通の高校生を切り取った作品が、なぜこんなに話題なのか。それは、あまりにも普通だからです。漫画っぽい、大それた演出や展開はなく、適当なメンバーでバンドを組んでやる気なくて解散して、恋愛ドラでバンドを抜けて、それなりに練習して、初ライブは普通に失敗する。そんな普通の青春が読者に刺さりまくっています。面白さを言語化するのが非常に難しい作品ではありますが、今後、様々な漫画賞に入賞していくことが予想される、名実ともに今年の目玉作品だと思います。ライライライ。怪獣8号が人気出ましたよね。アニメも人気です。でも正直今の展開は思ってたのと少し違うなと思ってませんか？そんな方におすすめ。人類はエイリアンが残した巨大怪獣の脅威にさらされていました。超強い怪獣と体が同化してしまった主人公が超人的な力を得て怪獣と戦う話。絵柄と雰囲気はポップな印象を受けますが、主人公のバックボーンがかなり重かったり、真面目なところはシリアスにやるので読み応えは抜群。少年漫画のような厚さがあって、キャラクターもみんな魅力的。これからさらに面白くなっていきそうな大迫力のバトル漫画は僕の推しです。竜送りの潔。これも以前の動画で詳しく話しているので詳細は割愛。今、漫画好きの間でめちゃくちゃ評価が高い作品です。見たことない設定と作り込まれた世界観。迫力あるかっこいい絵で引き込まれるストーリー。正直、ちょっと面白すぎる。今回挙げた作品の中で僕の一番の推しを決めろと言われたこれですね。説明不要、とにかく読めがわかります。魔王城の料理マン。異世界転移した女性が生き延びるため魔王城の食堂で住み込むで働く話です。異世界転移、魔王城、料理っていうまあよく見る流行りの要素を詰め合わせではありますが、かなり個性出せてます。異世界の食材を利用して地球の家庭料理を作るのは少しご都合主義にも感じるけど、まあギリギリ存在してもおかしくなさそうな食材チョイス。異世界転移ものでいつも疑問に感じる主人公が地球に帰りたがらない理由もしっかりしたものがあって違和感なし。凄腕の料理人だったりチート能力を持っているわけでもない。極めつけは綺麗な絵で描かれるイケメンの同僚たち。男性女性ともに楽しめる異世界グルメ漫画です。はい、
いかがでしたでしょうか。ノミネート作品には他にも面白い作品がたくさんあります。今の時代、どこかしらの漫画アプリやサイトで数は無料で読めることが多いので、気になったら探してみてはどうでしょうか。必ず公式のところで読んでくださいね。では今日はこの辺で、バイバイ。